私の生まれ育った国は裕福な国でした。国に貧富の差があるのか、かつて私も疑問に思いましたが、確かにあると今なら明言できます。初めてこの島を訪れたのは10年前のことでした。この時は比較的治安も安定していたのですが、新政府が樹立すると事態は一変しました。独自の文化を築いてきた先住民と政府軍との対立が激化し、ついには大規模な戦闘に発展してしまったからです。この紛争によって亡くなった犠牲者は優に5万を超えました。この島は肥沃で豊かな大地が広がり、豊かな狩り場にも恵まれています。それなのになぜこの島で紛争が起こるのでしょうか。本来なら貧困とは無縁の人たちなのに、なぜ自らの土地を追われ困窮した生活を強いられるのでしょう。私にはそのことがずっと不思議でなりませんでした。空腹が乱されているのにもかかわらず、なぜ争うのでしょう。私はその答えを知るためにこの島を訪れたのです。そして目の前に広がる惨状を見て、私は思わず言葉を失いました。ただ立ち尽くすしかありませんでした。激しい戦闘によって難民となり、笑顔どころか表情を失った子供たちが大勢いたのです。彼らに手を差し伸べてもひどく怯えます。しかもそれすらもまだマシと言える状況でした。心に深い傷を負った者は顔の前で手を振っても何の反応もありません。その瞳はただただ静かに虚空を眺めるばかりです。気がつけば私にとって本来ここへ来た理由などどうでもよいものとなっていました。それほどまでにこの国を覆い尽くす闇は色濃いものでした。何か私にできることはないのだろうか。それしか私の頭にはありませんでした。すぐに現地に住まう者たちの中から協力者を見つけ、私は孤児院を設立することにいたしました。はじめは住民の信頼を得ることができず、仲間たちにはひどく不自由をさせましたが、数年の年月をかけゆっくりと周囲に認められ始めました。それからというもの、私はその島に絶えず増え続ける難民となった子供たちを見つけては支援を行うことにしたのです。そこで私は先生と慕われるようにもなりました。私の活動に終わりがないことは知っていました。そして紛争の原因になっている信仰上の確執を埋めなくてはならないとも思っていました。ですがそれを行うためにはあまりにも私は無知であったのです。そしてほどなくして私の対処療法的な介入は資金面で行き詰まってしまいました。そこで私はより多くの子供たちを救うため金銭的に支援してくれる団体を探し始めたのです。資金を獲得するための私の活動は雲をつかまされるような不思議なものでした。支援してくれる団体は見つかるのですが、どの団体も契約の段階になると交渉の打ち切りを切り出してくるのです。
詳細に踏み入ろうとするとそれは言えないの一点張りです。過程は様々でしたが、その結果だけはどれも同じでした。私は薄々こうなることに気がついていました。なぜなら、世界で同じように搾取される地域があり、その地域を救おうとする活動は山のようにあるにもかかわらず、どこも同じように解決していなかったからです。活動を続け、しばらくの時が経ち、一通の封書が届きました。その質の悪い紙にはたった一言、お前を見ているぞと現地の言葉で記されていました。私に対する警告として、その一言は十分すぎるものでした。すぐに私は施設の仲間たちに子供たちの数を確認させました。10匹の子供たちが私の愚かな行動によって組織にさらわれてしまいました。そして私が救い出す以前よりも残酷な未来が待ち受けていることは明らかです。その日、私は初めて妻に弱音を吐き、資金を集めることを諦めたのです。妻は自分を責めませんでした。ですが、資金が底をつきようとする今、施設を継続することすら困難になっています。施設を運営する者たちですら食べるものがありません。ですから私は新たな食料確保の計画を立てる必要がありました。そしてその当てはありました。それが許されざる背徳的な行為であろうと、残された子供たちを救うにはそれ以外に手立てがなかったのです。そして私の罪悪感との戦いが始まりました。ある日、帰りの遅い私を心配してか、妻が探しに来ました。違います。きっと妻は気づいていたのでしょう。私がどこで食料を調達しているのか、そして何を素材にして子供たちの空腹を満たしているのかについて。彼女の気配を感じた私は振り返りました。するとそこには、いたずらが見つかった子供のような表情を浮かべた妻の姿がありました。そして彼女は無言で墓を掘り起こす私を手伝い始めたのです。全てが終わり、祈りを捧げる私の隣で妻は小さくつぶやきました。これからは私も背負うから。その一言にどれだけ私が救われたことか。私たちの糧となったものへの償いとして、お菓子のように飾りつけることにしました。そして真実を甘い砂糖菓子で覆い隠してしまったのです。子供たちは笑顔でお菓子をむさぼります。自分の腹が満たされなくとも仲間に譲る優しさも持っています。ですが
彼らが喜んで口にしているのは、かつて彼らの家族だったものです。私は歓喜する子供たちの食事風景を眺め続けました。素材を知っているのですから、私は食事に手をつけることができません。そして皆が寝静まった後、みすぼらしくも涙を浮かべ、死者を掘り起こすのです。心はもう熱を失っていましたが、やめることはできませんでした。言い訳がましいと言われても仕方のないことです。ですが、無理やり集めた子供たちを無責任に下界に放り出すことはできなかったのです。そしてその私の責任感のせいで、子供たちは本当はもうかつての私の偽善者のような行いを後悔しているのです。孤児院なんて作らなければよかった、そう思っているのです。そして今私のしていることはただの自己満足だったと、ようやく理解しました。そのせいで悪気はないのに、子供たちは同種食いの十字架を背負い生きることになってしまったのです。そんな生活が長く続くわけがありません。いや、続いていいはずがないのです。私はもう子供たちの笑い声を聞くだけで吐き気を催すようになっていました。この子が死んだ後に解体する自分を想像し、頭が変になりそうでした。狂ってしまっていたのです。だって私は、その痩せ細ろえた腕をもぐ音が聞こえぬよう、その柔らかな臓物を引きちぎる音が聞こえぬよう、大きな声で歌うようになっていたのですから。そんなわけで私は自らの意志で命を絶つことにしました。これでようやく私は解放されます。こんなダメな大人の記録を見てくださってありがとうございました。何もかも中途半端で申し訳ありません。きっと私が死んだら、子供たちは再び荒れ果てた世界へと放り出されることでしょう。ですがもう、何でもいいのです。結局、残された者たちの心配をしているうちは、この5億から逃れることはできないのですから。さようなら、世界に呪いあれ。わーい、今日のケーキはおっきいね。早く先生と食べたいな。あれ、ママ先生どうして泣いているの？
先生。